こんにちは、バーテンダーの直人です。今日は1990年代バーボンウイスキーベイゼルヒレンズ8年、この子を紹介したいと思います。この子、優しい甘さはストレートですと感じるのですが、割とキリッとしているタイプのため、これから暑い時期にはぴったりのバーボンじゃないかと思います。ストレートやロックでも楽しめますが、個人的にはグラスを冷やし濃いめのソーダ割り、こちらおすすめです。この子はジンビーム社が出しているスモールバッチコレクション4人のうちの1人です。ブッカーズ、ベーカーズ、ノブクリーク、度数が高いことでも有名ですが、ベイゼルヘイデンズは度数は80プルーフ40度となっています。ライ麦の比率が高くのも特徴で、コーン 63%、ライ麦 27%、大麦バックが 10% のマッシュビルを使用しています。ベイゼルヘイデン、実は人の名前でとても偉大な方です。もう一つ有名バーボンも名前の由来にもなっています。それはオールドグランダット。3代目のレイモンド・ヘイデンがおじいちゃんすごかったからおじいちゃんを称えたバーボンを作ろう、それで作られたのがオールドグランダットです。オールドグランダットイコールベイゼルヘイデンさんです。それでは今日は1990年代バーボンウイスキーベイゼルヘイデンズ8年、飲んでみたいと思います。まずは香り。あ、メラディーパンが高いけど大きさがある。そして味。うん、まこの子は大きな畑を耕して暮らすとっても礼儀正しい村の男の子。人付き合いが苦手でちょっとドライな性格だけど、実は優しい一面もとってもある、そんなイメージの子です。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、1990年代バーボンウイスキーベイゼルヘイデンズ8年、お分かりいただけましたでしょうか。最後に、僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方、高評価、そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ今日はここまで。また見てね。